丸山城は岩見国王地群にあった日本の城、島根県指定史跡。岩見丸山城二の丸石垣天正13年に岩見小笠原氏当主小笠原長端が築いた。岩見小笠原氏はそれまで御東城を居城としていたが、毛利氏との和睦後に所領外をされたため、居城を湯野屋城へと移していた。天正年にこの地に築城を開始。 三年後の天正十三年頃に完成したと言われている。慶長五年の関ヶ原の戦いの後、小笠原氏は、毛利氏の傍聴違法に従い、丸山城も廃城になったと思われる。廃城時、もしくは、寛永十四年の島原の乱の後に破却が行われたと推測される。岩見丸山城四角よりの展望標高428メートルの、 塩山頂上部を主角とする連隔式の中世、山城で、岩見国では非常に珍しい総意志学期の上郭であった。最高所には本丸、その下に西の丸が控えており、掘った手柱建物跡の痕跡やかまど跡があることから、この本丸と西の丸が城主らの兵士その居住空間であったと推定されている。防衛施設としては、ここをや、 それに付随する門関や掘り切りがあり、各も重程度は認められるが、全体的に石垣の高さは低い。矢倉や天守閣等の防衛施設も存在せず、安土桃山木の城郭としては、縄張りも単調である。これは山上にありながらも、館としての役割を重視されていたためと推測される。ありがとうございます。